あ、すごい、いっぱいある、いっぱい、ちょっとある、本当に。ちょっと見えればあるぞ。ここにある。ああ、それをたどっていけば。これこれ。うん。これいいもの作る。元だ。何ねこれ。これ、これが自然薯の鶴でございます。そういうことだよ。そういうことだよ、ヨーホラですね。やることでは用語ですね。用語ですね。用語ですね。こっからな。うん。あ、もうがっぽり行くんだ。ここ、これ、ほら、うん。これそうってほらね、これらしい。それはまだだいぶ、だいぶこっちだな。本当？目印してる。うん。はーい。もうめっちゃ下じゃん、まだ。うん、さて、はあ、暑い暑い、うん、多分ひょうたん型みたいな感じになってるからあんまりうかつにできないですね。こいつそれだけでほっほっ、あ、ほら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 、ここにいるの。でかい、待って待って待って、想像以上にでかい。ここまである。広がってんのこれ、ね、ここまでいます。いい向こうあるからえ、なんでほらもうすぐ日が暮れるよ。証拠と思ってたらもうちょっと通常でやったらもっと避けてもっと避ける、うん、スコップスコップで。スコップで。もうちょっと、ちょっと。縛るとはいえ、これは。違う。2本ね、あるの。ここと、10センチこっち側に、また別の。うん。もう抜ける？あ、わあ。これだけのもんだ。これだけのもんだよ。結構なもんだよ。うん、これ、ガオが折っちゃったやつ。ああ、それが。もうさっき落ちちゃったの。忘れあったか。が。どう？だ。え、待って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 。嘘。待って待って。嘘。え、やだ。あ、まだ。折れちゃった。ああ。もう。いいじゃん。まだでも全然下にある。これね、うん、あ、ほんとだ。取れる？じいちゃん。あ、何かしてるの？何かしてるの？おー、すごいすごいすごい、じいちゃん、うん、おお、これも剥がせるかな。あ、うん、おお、取れた、ね、全然大きくないんだけど、うん、じいちゃん、これやってる、すごい、岩に沿ってるからめっちゃ、ね、あ、意外とじいちゃんだった。やったああ、頑張った私たち、うん、すごいね、取れたね、取れたね、よいしょ、う
はい、というわけで夕方になりまして、今じいちゃんとお母ちゃんは買い物に出かけてるんですけど、私はもうやりたくて仕方なかった風呂炊きをしていきます。大好き風呂炊き。前動画撮ったのがすごい前なので、またまたご紹介しますと、この壁の裏側がお風呂になってて、浴槽がこうあるんですけど、その下で火を起こすことで浴槽の中に入ってる水が温まってお湯になるっていう感じなんですけど、今日はこっちをやらなくていいので、ここを火つけていくんですけど、そのための薪とかを割ったやつを用意します。ないよね、ないね。じいちゃんいつもどうやってやってんだろう。なんかありそうなんだけどな。この辺いいじゃん、山仕事の。おお、かっこいいからこれ借りてきます。では時々様子見ながらお風呂を沸かしていきます。あ、楽しかった。下の方のお湯とで全然温度が違うんですけど、どんどん温まっていくのでさっきより熱くなってきたな。ではこんな感じでボイラー壊れてるので水足しながらお風呂入っていきます。一泊するんですけど、明日はまあ家族行事になると思うので、カメラ回さずゆっくり楽しんでいきます。では